こんにちは、こんばんは。はじめましての方は、はじめまして。フォトグラファーの山口です。これからちょっと、もみじを撮りに行こうかなというふうに思っています。せっかく YouTube のチャンネルも作ったので、ちょっと Vlog みたいなこともやってみたいなというふうに思いまして、ちょっと今、急遽、撮影をしてるんですけども、全然こう、環境とかもよくわからなくて、どういうのがいいのか、それからスタイルね、どういうスタイルがいいのかも自分でよく分かってないので、ちょっといろいろ試しながらやっていきたいなというふうに思いますので、よろしければお付き合いください。真っ赤ですね。もういい感じ。何の音だろう。やっぱり山の上の方は結構もう赤くなってますね。青空、すごい天気。まあ平日なのでそんなに人は多くないですが、外国の方が多いのかな。ここから京都一望できますね。すごい明かり、真っ赤。真っ赤しか言ってないか。いい景色ですね。
今 iPhone で、撮影してるんですけど、ワイドコンバージョンレンズをがついてるこうケースをつけてね、ちょっとこう広角にして撮影してます。どうですかね。すごいですね。もみじがキラキラしてますね。いい景色。あ、でもちょっとワイドコンバージョンつけると周辺が流れますね。これはちょっと改善したいかな。あ、でもしょうがないかな。 iPhone ですると結構流れてますね。iPhone で十分かもしれないですけど、ちょっと最後に撮影した写真も入れるようにしますね。